来たか。来いエツよ。お前に紹介したいお方がいる。ほら、アゴスティーノ・バルバリーゴ、ベネツィアの総督殿だ。次のな。はじめまして閣下。どうか以後お見知りおきよ。ご兄弟の件は残念です。仕方ない。愚かにもボルジアと通じたのだ。いずれはああなる運命だったということだ。エツよ、ちょっと話があるんだ。シルビオはアルセナーレに逃げ込んだ。もう袋のネズミだ。はっ、ネズミ。むしろ虎だな。200人を超える傭兵が一緒なのだぞ。総督閣下、降伏を命じられないので。今の私はまだ正式には総督と認められておらんみでな。シルビオのこの動きで承認はさらにずれ込むだろう。奴は軍を従えているというのに。では こちらも挙兵を。そう言うだろうと思ったよ。傭兵隊長のバルトロメオのところへ行け。シルビオとは敬遠の中だ。住処は兵隊街にある。アルセナーレの南西だ。なるほど。では会ってみるか。はい、お待たせしました。陣内です。アサシンクリード2続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとね、この屋敷に入ってなんかいいポジションに行ってから、その録画を開始してストーリー始めようかなと思ったら、屋敷に入った途端始まっちゃったので、こういう形でスタートしました。どうもね、なんかシルビオって誰だっけって感じなんだけど、まあ要するに、多分テンプル騎士団の仲間と思われるやつがなんかどっかに逃げ込んでるから、軍を連れてね、逃げ込んじゃってるから、そいつを倒すためにまず仲間を集めようぜっていうところみたいですね。今週は商売抜きですよ。挙兵をって簡単に言うけどなって感じだよね、強。で、あのなんか次期総督の人の声すごい聞き覚えのあるような感じだったんだよね。あれまた誰の声なんだろうな。誰の声って言い方おかしいのかもしれないけど、やたら聞き覚えのある声でしたね。船ないかな、船。あの船は漕げない船だな。しょうがない。ほらやった。さて、ついでにこの船を乗っていこうかな。ほらやった。地図を確認しよう。ここなんか、ああでもここをくぐれるんだったらこう行ってもいいんだけど、ああまあいいか。こっちの南西方向に進もう。ちょっとぶつかるよ、ごめんね。いや、ちょっとやっぱりベネツィアね、船で進まないと。花火職人特定の技術。よいしょっと。すごいのんびりしてるね。水の表現がね、アンチャーテッドの方が綺麗かな。まあこれも結構もう昔のゲームだからね、今となっては。2000何年だろう。5年ぐらいは前のゲームだと思うんだけど。出すと5年以上。まあ、それにしては結構街とかすごい綺麗だから、まあどちらかといえばね、そっちにリソースを割いてるのかなと思うし。まあ水の表現がそれなりでも別に文句は全然ない。十分綺麗。で、どっから行けばいいかな。どっかからまたね、川に入りたいんだけど。おっと、通り過ぎてるね。あ、でもまあいっか。この辺を目指そう。ここを目指そう。よいしょ。船着き場見っけということで、ここで船を降りよう。よし、
あれっと、ここはどういう出島だよ。その方が早いと思うからさ、見張りがさ、見張りがやたらいるんだよ。この辺だ。あれっと、落ちちゃった。頼む。助けて。誰の声？どこ？しかもどこ？頼む、助けて。頼む。助けて。誰だ？どこだ？しかもどこだ？この上か？あ、あそこだ。助けてやる。頼む。助けて。大丈夫か？あんたはバルトロメオの部下だな。何があった？彼はどうした？シルビオの手下が襲ってきて。なんてこったい。隊長は地区のもっと奥に先手を打たれたな。ここの北だ。ああ、くそ、助けられなかったか。ね、安らかに眠れ、安らかに。シルビオめ、許さねえ。閉じ込められているパルトロ、ちょっとね、あまり滑舌がいい方じゃないんで僕は、まあ、あれパかな、バかな。解像度が低くて読めないぞ。バルトロメオ、ダルビアーノを解放すると。任せろ、それは俺の仕事だ。あれ、急に暗くなったな。やべ、なんか赤くなってるこの辺が。よいしょっと、から行こうかな。おっと、危ない。こっちに飛んで、ここを渡って、あのね、黄色いターゲットマークに向かってちょっと冒険していこうかな。と、よし、大ジャンプ。そこら辺に見張りがいるぞ。そこら辺にも見張りがいるぞ。この辺に見張りのアイコンが出てるんだが、大丈夫なのか。この下にいるのか。残念だが、眠れ。お、そろそろターゲット。お、鷹の羽がある。なんだ、会話が聞こえるぞ。思ってるよ。牢屋があるんだ。ちょっと待って、どこだ、どこで捕まってる。小評議会にてバーバリー公共の海岸くぬき、どこで捕まってる。ベネチアのお先が真っ暗なのも、まあ当然といえば当然だな。この辺か。あれ、いやでも牢屋じゃないな。あれ、これをここから出す度胸があるやつには手加減してやったっていいんだぞ。それ以外の奴らはあれより送ってやるから。いや、あそこだ、あそこで捕まってる。やべ、下金のために誇りを捨てて、それでもお前たちは男か、うん、お前たちがヘコヘコしているあの男は腰抜けのペテージだ。あいつが警戒を解くのを待ってる。俺はどうして俺を鎖に繋いだかわからないと思うな。あいつ、よし、警戒を解いたな。お前ら眠れ。お前たちがガキの頃からあいつの飼い主と何度となくやり合ってきたんだからな。お前には眠ってもらう。さて、こいつらにも眠ってもらうぞ。探検を装備して、お前ら全員の首を切り落として、その汚いケツにねじ込んでやるから、そのつもりでいるんだな。結構ね、このロックオン的なあれが難しいんだ。カウンター、カウンター、残念だったな。よし、いいタイミングだな。無事か。さて、
キスしたものか引っ叩いたものか、念のために両方するか。やめてくれ。に言ってろ。お前は俺はフィレンツェのエッツィオ・アウディトーレ。あんたを救いに来た。あんたを救いに来た。誰が誰を助けに駆けつけたのや。どういう意味だ。あそこだ、捕らえるんだ。どこに行くんだ。まずい。おい、俺ほどのもんか。カウンター、やばい。ブロックして、円幕、え、あ、円幕、あう、あう、この野郎、痛い。違う、お金装備してるし。円幕オンライン、これだ。え、あれ、あれ、全然円幕効いてないぞこいつ。眠れ。ついてこい。まだだったのか。長いはまずい。まあな、もっと頭をかしわってやりたかったんだが。争いは避けるべきだとは思わないか。ああ怖いのか。よし、好きにしな、ヤサ男。なかなか強気なやつだな。まあいいや。よし、まあついでに剥がしたいところだけど、まあこれくらいだったら大丈夫だろう。あとは味方をどっかで雇いたいぐらいだけど。ダンテってやつだ。ダンテ、ほとんどのやつはただの役立たずだが、こいつは厄介だぞ。了解した。さて、傭兵いないかな。自由か、やっぱりいいもんだな。こいつどれぐらい捕まってたんだ。シルビオはあんたのアジトを襲撃する気だ。備えておいた方がいい。そうない。この俺の用心深さを侮ってもらっちゃ困るぜ。ここが目的の場所に近いんだけど、どうからどう入るのがいいんだ。正確な目的地はここか。そしたら、まあ普通にもうこっち側に回って、南側に行ってから正面突破だな。どけ。こっから行くぜ。やばい。あー、くそ。眠れ。これほどのもんか、見てやるよ。眠れ。あいつをおとりに使ってるけどな、完全に。あ、くそ、やられた。眠れ。あとはこいつだけだ。こいつあと残るは自分だけだって気づいてるのか。よし、よし、ついてこい。行こう。貴様、命が惜しかったら降伏するんだな。おけが。誰だこいつ。自由のない人生に何の意味があるって言うんだ。本当だぜ。海に戻った方がまだマシてもんだ。なら地獄に落ちるがいい。殺せ。そうはさせんぞ。こっちだ。おい、痛い。見てやるよ。かかってこい。迷うところが気に入らないな。やるかやられるかだろ。痛い。カウンター任せろ。眠れ、永遠にな。よし、行くぞ。雑多い連中だな。本当だ。ビアンカ、傷ついてないか。誰だ、嫁か。ちょっとミッション入りたいんだけど、その前にこの辺にね、手配書があるみたいだから、それを剥がそう。よし、あった。オッケー。よし、ミッション入ろう。14分でちょっとね、結構いい時間来てるんだけど、行っちゃおうかな。僕の感覚で言うと、この辺で一回切りたいんだけどね。一回切るか。よし、じゃあこの辺で一回切りたいと思います。次回すぐにね、ストーリー入るんで、次回を楽しみに。